彼が起点としている絵画史っていうのは一回アップデートされているような表彰の問題をどう扱うかっていう、世の中が全てゲーム化されているような中でそれを肯定してないアーティストの一人だと思う、うん、どちらかというとやっぱ絵画の問題について言っているっていう感じはすごくしました、うん、やっぱ作品主義なんだ、提示されてる、それ俺が言った通りだったよね。あ、でも本当そうでしたこんにちは、後藤志洋です、ポストフォト現代写真アート講座のシリーズです。こんにちは、北圭一です。さて今日は大難問中の難問の、はい、ゲルハルト・リヒターについて、はい、ちょっとやりたいと思ってるんです、はい、今東京でやってますね。あちこちでもう4カ所ぐらいでやってるわけですよ ね、はい、すね、すごいね、大個展ですよね。うちのゼミで言えば森純一先生が、はい、研究を仕切ってると思いますけども、はい、現場で、はいはい、どうですかね展覧会。画家としての巨匠っていうふうに言われて、絵を出してるペイントだけではなくて、写真だったりだとか、鏡だったりだとかガラスだったりだとかっていう、そういうものも一緒に展覧会で提示されてる。それ俺が言った通りだったよね。あ、でも本当そうでした本当そうでした、はい、でもそれでもなおやっぱり画家だって思うような展覧会にその国立近代美術館はなってました。リヒターの問題っていうのは一回では済まないかもしれない、はい、だから今日は触りだけかもしれない、そのゲルハルト・リヒターの上っていう感じに上中下。リヒターはデュッセルドルフのクンスタアカデミーの先生もやってたんですけど、はい、その前はまあ東ドイツ、はい、ドレスデンからも引っ越してきて、はい、その後ベルリンの壁ができちゃうっていう、はい、まあ、ギリギリで逃げてきたわけじゃないですか、はい、シューマール・ポルケなんかとまあ資本主義リアリズムっていうグループ、はい、ポーランド・フィッシャーたちもいる、はい、宣伝を受けてるから、はい、コンセプチュアリズムっていうか、うん、頭脳プレーと資本主義、うん、ポップアート的なアンディ・ウォーホルなんかも好きなんで、はい、それが原点なんだと思うんですよ、うん、今までの絵画史っていうものもあるんだけど、うん、彼が起点としている絵画史っていうのは一回アップデートされているような表彰の問題をどう扱うかっていう絵画史から始まってる、うん、その中にはこのシリーズで言った森山大道さんが言ってるような、うん、まあ、サーフェスと、うん、まあ、ラディカリズムの問題みたいなものとか、うん、あと政治性みたいな問題っていうのが色濃く存在している人なんだろうなと思うんですよ、うん、日本だと、まあ、清水稔さんが翻訳した写真論絵画論っていう本があって、はい、写真と絵画をセットでまあ語ってるわけですよ ね、うん、すね、はい、これが非常に重要なポイントだったんだなという、はい、今思ってしても非常に思いますね、うん、はい、今回の新美術館の、はい、展覧会はいつかどうでしたか、はい、絵画が何であるかっていうことを絵画だけじゃなくて写真とかも使いながら見せてる感じは、展覧会そのものがそういう機能をしてたなすごく感じて、後藤先生が言うその表面っていう問題について、うん、絵画っていうもののフォーム、その要するにメディアとしての絵画っていうところとその書かれてるものっていうものをある意味で分離して見せてるっていうところはすごく面白いな。だからビルケナウっていう、うん、そのアウシュビッツの問題をやっぱ書いてはいるんですけれども、ある意味でそれは分離して見せてくれているというか、絵画は人類が触れにくいというか共通で持ってるなんか負の歴史というか目向けにくいものも美しく見せるっていうわけではないですけど、ちゃんと向き合えるようにする力があるみたいなことをやっぱ示そうとしてくれてるのかな。ビルケナウってタイトルでこれを元にしてますとは言ったもののちゃんと向き合えるようにしてるっていうところが印象的には思いました、うん、森山さんの時には森山アポリアって言い方をしたんですけど、うん、はい、リヒターアポリアっていうのがあるんですよ。彼は偉大な絵画史っていうものを肯定してるわけですから、うん、はい、自分がいわゆるポストモダンな全てがゲーム化されたアーティストとして扱われることは拒否しているわけですよ、うん、そうですね、そう思います、はい、僕もそう思います、うん、世の中が全てゲーム化されているような中でそれを肯定してないアーティストの一人だと思います、うん、そうですね、社員っていう光り輝くっていうことと、まあ、歌唱っていう両方の意味があるわけですけど、それを扱うのがアーティストであるっていうふうにブレないと思うんですよ ね、 すね。僕は一番好きなのはやっぱアトラスっていう、うん、自分のスケッチもあるし写真も膨大にあるやつがこうマップ化されているっていうか、うん、グリッドになって全部展開されているっていうシリーズがあって、うん、彼の最大方法論だと思うんですよ、うん、 ね、そこにあるのをポストメダン的に全て等価だっていうふうに論評することもできるし、うん、いやプロセスなんだというふうな言い方もできるかもしれないし、とはいえベースにあるのは資本主義リアリズムからやっぱ来てるから、自分が書かないものも表彰としてたくさんあって、うん、
人間ってやっぱその中で生活してるわけだよね、はい、表彰に対して自分はどういうふうな表彰を生み出して返すかっていうふうなことが、うん、それが画家の使命であるっていうようなことは思ってると思うんだよ、うん、単純にビルケナウの写真をファウンドフォトのように捉えるっていうのはしてなくて、それに対して何をやっぱ返すことができるのかっていうようなことはまっとうに考えてると思うんだよね、うんうんうん、グレーの鏡とペインティングされた4枚とそれを撮影したプリントが出ているっていうさ、構造として見せているっていうところが作品なんだろうね。ビルケナウの写真だ、アシュビッツで元になった4枚の写真は写真として撮っちゃいけないってなってたんですね、うん、正面がそのグレーの鏡になってて、こっちの鏡を撮るとビルケナウのその写真と僕自身が一緒の表面に映るんですよね、うんうんうん、この時のこの写真は何と思って考えたらいいんだろう、そういうことをやっぱすごく考えさせられる。違うところにいた表面だったものが一つの表面の中で一枚の表面として出てくるっていうこととかを体験させられるゾーン、うんうん、まあリフレクトするわけだよね。逃げられないってことだよね。そう、そういうことです。展覧会としてはすごく面白かったのと、あとおじさんの写真、うんうん、絵を、ルディおじさん、はい、ところの解説に、うん、作品そのものと作品を撮った写真は、うん、違う作品であるみたいなことを書いてあって、うん、書いてあるモチーフだけの話をするんであれば、うん、多分どっちも同じもの、同じ会話ができるはずですけども、実際はものとして出てきた時のそれは違うんだってことを、うんうんうん、ずっとあの展覧会中ぐるぐる見せるような形になってた、うん、人の見るをどう考えるのかってこととかを考えさせられる感じはしました、ね、どんな生々しいさ、うん、戦場の悲惨なことでも写真に撮ればブリッジされるわけじゃん、血の匂いも全て消えてしまうわけじゃん、はいはい、うん、そういうものなんだっていうことを示してると思うね。そういうふうに根本的に違うものだっていうことを示してるんだと思うな。ビルケナウのあの4枚の写真も出てきた時にこういうものを果たして世に出していいのかってこととかが大論争あったっていう、あの大学の講義でちょっと聞いたりとかしたんですけど、うんうん、そういう意味で出てきちゃった写真というか、その表面そのものにやっぱり罪はなくて、どう向き合っていくのかすごく考えなきゃいけない、逆説的にすごく言っているなっていうのは感じました、うん、戦争をしている人間は犯罪だけども、武器は機械だから犯罪を問っても意味がないっていう冷徹な事実みたいなのに似てるだろうね。写真は反省しないっていうことでしょ。表面でしかないっていうか、だからこそモチーフをビルケナウみたいな問題あるものにするけれども、うん、別にそれそのものを反省しなさいとか、それそのものについての歴史的なことを言いたいとかっていうなくはないと思いますけど、うん、そればっかりが言いたいわけではない。どちらかというとやっぱ絵画の問題について言っているっていう感じはすごくしました、うん、やっぱ作品主義なんですね。そう、そう思います。まあ、ゲルハリヒターの、うん、まあ、1回目っていうことで、はい、後編をお楽しみに。そうですね、まだアトラスのこととかも全然続けて、はい、やろうと思ってますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。